どうもこんにちは。プレシアの木島です。本日は年収別、何歳差までだったらありというお話をしていきます。婚活で女性に申し込むときに何歳下までだったらお見合いが決まりやすいのか。本当にたくさんね、質問いただくんですが、まあ、今回は年収だけで見たときに何歳差下までだったらありなのかっていう目安をですね、お話しできればと思います。まず結論からお伝えしますと、男性の場合はですね、もうほぼほぼ 年収男性の年収によって何歳下の女性までいけるのかっていうのは変わってきます。で例えば年収が500万円の男性年収500万円の男性であれば年収の02個消した数字。 5が残りますよね。そうすると5歳下の女性までだったらある程度いけますよとお見合いが決まりやすいですよとで例えば750万円の男性であればここ消したら7歳ですよねただ波数があるので7歳から8歳下の女性までだったらいけますねとかで1000万円1000万円の男性であれば0にこう消した数字10歳下の女性までだったら許容範囲ですねと お見合いいい決まりままりすす。よという,ふうに言われていますこれはねあの婚活をしていない方とか始めたばっかりの方であれば初めて聞く内容かもしれないんですが婚活業界であればですねこれ結構あるあると言いますか常識的な範囲内なのでもしですね年下の女性にたくさん申し込んでるのにお見合いが決まらないと頭を悩ませている方はですねまずご自身の年収を目安にして何歳下まで申し込むかっていうのを書いていただきたいなと思います。 例えばですね、38歳で年収が300万円の男性がいます。さっきの話していくと、ゼロ2つ消せば、3歳ですよね。3歳下の女性までが許容範囲。それなのに、例えばこういう男性がですね、28歳の女性に申し込んだ。 10歳下の28歳の女性に申し込んだ。これ普通に考えるとほとんど見込みないんですよね。お断りの返事が返ってきます。年齢に対する年収が少し少ないですよね。少ないのでこの女性はこの男性と会うメリットを感じられない。だからお断りという返事をしてきます。ただ一つ例外なのがですね、ここの条件にイケメンというワードが加わるとですね、この返事が変わって でおっ 経営をももらえるることもあるんですね。なのでこれ一概にはもう100%こうですよっていう方程式っていうよりかはですねちょっとこの男性の容姿だったり年収年齢職業そういったものによって細かくですね変わってくるのであくまで今回は年収によっっててて何歳下ままでいいけるかっていう目安をおお伝えしております。これ100%全員に当てはまるということではないのでここはですねちょっとご理解いただきたいんですけれどもこの2つだけであれば ほほぼほぼお断りがが、が来るるんでですすこれがイケメンに代わるとですね、女性の返事は、OK、になったりします。ここがね本当にちょっと目に見えてシビアと言いますかあ結構すごいところだなというふうに私もですね、見ていて感じる部分ではあるんですが、まあ、このイケメンがなくてですね38歳年収300万円の男性こういった男性に限って10歳下の女性にガンガン申し込みをしてガンガンお断りをもらうと。反対に、 同じ年でですね年収800万円の男性であればすごく現実的に考えていてですね10個下の女性はさすがにないでしょと僕は言っても5歳下の女性までにしっかり申し込みをしていきたいですというふうにですね現実的に考えてしっかりそれを実行される方がいらっしゃるのでやっぱりそういった方って年収も高いですし割とですね年齢の近い女性に申し込みをするのでお見合いはめちゃくちゃ決まっていきます不思議とですね,ね 年収が少し少しなめで、年の差3歳までしか行けないのに10個下の女性に申し込んで婚活期間が長引いてる方とかあとこの間違いに気づかずにですねなんで僕はお見合いが決まらないんだろうっていうことで悶々とされてる方って中にはいらっしゃると思うんですねだからご自身の年収に対していくつ下の女性までだったらいけるのかなとこういったところもこれからは頭に入れて申し込みをしていただければ嬉しいなと思います。